これは当てただけ。セカンド菊池が追っていく。菊池が取りました。10年連続ゴールデングラブ賞菊池。今ライトの野間も目に入ってこう恐怖心もありながらのこの守備ではあるんですが、さすが菊池というところですね。打球に対して一直線、そしてこの球際の強さというのは菊池のね、自分で取りに行くっていうね、そういう気持ちが出てます。落としてきたセンター菊池がいる。ここに菊池がいました。センター抜かせません。菊池のファインプレー、3対2は変わり、ここはセンターに抜けるか。菊池取った、セカンドフォースアウト。またしても菊池がここにいました。4対2です。カープのラッキーセブンでございます。追加したジャイアンツですが、その後このオコエセンターに抜けようかというところ、またここに忍者がいました。菊池です。すごいですよ、10年連続ゴールデングラブ賞。今のもこれ抜けていれば当然1点で3点差。これそして8回の裏、セカンド菊池この守備、グラブトス、まさに名手菊池、守備でも見せます。両セカンドが守備です。肘の手術明けの森下、1回 DeNA はワンアウト1塁から宮崎の当たり、これを菊池が好プレー、ゲッツーにしました。これで結果3人で終わった。